阪神高速11号池田線は、大阪府大阪市西区の中野島 JCT から池田市の池田出入口及び、豊中市のホタルガ JCT から池田市の池田木部出入口へ至る阪神高速道路の路線である。大阪国際空港や、名神高速道路、中国自動車道のアクセスに便利で利用者が多いため、渋滞が多い。しかし、近畿自動車道、 半和自動車道や、さらには、第二京阪道路の全面開通により、多少ではあるが、交通量が減少傾向である。路線番号制定後も、関西国際空港開港までは、空港線と呼ばれていたが、この名残で、現在も便宜上空港線と呼ぶ人もいる。8月第3土曜日に行われる、稲川花火大会開催時には、花火関係による、諸事故防止のため、 木部方面分岐毛田木部間は通行止めとなる。伊丹トンネル、阪神高速の道路情報ラジオの冒頭は、こちらは阪神高速路側です。午前時分現在の道路情報をお知らせします。と放送される。本線24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成延伸部24時間。 交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成渋滞土曜、日曜、祝日も含めて南行きの塚本出入口、北行きの福島出入口を先頭にした渋滞がほぼ毎日起こる。特に福島の渋滞は環状線を介して15号堺線、14号松原線、13号東大阪線、12号森口線にまで波及することが多い。 また、南行きの塚本出入口を先頭にした渋滞は、夕方にも発生し、天候の状態によって、池田出入口まで渋滞することもある。塚本出入口を先頭にした渋滞に対しては、最近、対策が講じられ始めているのに対し、福島出入口を先頭にした渋滞に対しては、対策が後手に回っている。池田木部ランプからさらに北へ延伸し、 新名神高速道路の川西インターチェンジ付近を結ぶ計画がある。距離は約7キロメートル。川西市から伊丹空港へのアクセス強化などが期待されている。大阪駅方面へ降りる梅田の出口付近では TKP ゲートタワービルの中を道路が貫通する。大阪市北区中野島、道島では中野島掘割、道島掘割の水路を利用して建設されている。 西横堀川西国橋跡と中野島堀割秋月橋跡を結ぶ全長192.8メートルの山景間連続高昇番曲線箱下橋は中野島 S 字橋と通称され土木学会戦勝土木遺産に認定されている道島堀割から梅田貨物駅へ至る梅田入り堀川の水路の一部も利用しており出口名に使用されている出入り橋は 梅田入り堀川にかかっていた共鳴である。また、中野島では旧朝日新聞ビルの中を通っていた。同ビルは2013年より建て替え工事に入っており、高速道路よりも上の部分はすでに解体されているが、高速道路の橋脚となる部分については解体されず、そのまま使われることになっている。梅田出口付近では、16階建て高層ビルである。 TKP ゲートタワービルの5から7階部分の開口部が長さ27メートルのトンネルになっており、ビルの中央を道路が貫通する。ビルへの環境対策として振動については道路部分とビル部分は直接接触しないように作られており、さらに騒音郊外を抑止するため、道路部分の周囲を防音壁で囲った構造としている。埋め立て口が このような構造になった行きさつは、当初梅田には入り口だけで出口がなかったことから、阪神高速道路公団は交通渋滞緩和を目的に、このビルの位置に出口を通す計画をしていたため、1983年に、この用地の会社が9階建てビルへの建て替えを希望したが、建築申請の許可が下りなかった。このため、移転をしたくない会社と公団との話し合いによる、 交渉が続けられるうちに、1989年に都市空間を有効活用するための法的な立体道路制度が創設され、この制度に基づいてビルの中を道路が貫通するという構想が生まれて、1992年に完成したものである。また、大阪万博開催に間に合わせるため、大宝橋では大阪府道として建設されていた橋桁を利用して、 池田線を通したが、高さ調整のために打折したコンクリートや、一般道より激しい交通量からの負荷により、老朽化が進行している。ありがとうございます。